皆さんこんにちは。この動画は中学3年公民的分野国の政治の仕組み2についての学習内容です。皆さんは国の政治の仕組みの学習において国会、内閣、裁判所、そして三権分立などの学習をしてきましたね。今回はその中でも特にポイント1として裁判と人権について、ポイント2として、なぜ三権分立が採用されているのかについて解説をしたいと思います。私たちの社会では、人々の間で意見や考えが対立して争いが起こったり、事故によって怪我人や死者が出たり、強盗や傷害のような犯罪が起こったりします。こうした社会で生まれる問題を、例えば憲法や法律、条例などあらかじめ決められた法に従って解決し、秩序を保つ役割を担うのが司法です。そしてこの司法の仕事を行うのが裁判所です。また司法は中立な立場で行われなければなりません。そのために必要な原則が司法権の独立です。これは国会や内閣は裁判所に干渉してはならず、また一つ一つの裁判では裁判官は自分の良心に従い、憲法と法律だけに縛られるという原則です。次に司法を司る裁判の種類です。裁判には民事裁判と刑事裁判があります。民事裁判は、貸したお金を返してもらえないとか、建てた家に問題があった場合など、個人や企業の間の争いについての裁判です。訴えた人が原告、訴えられた人が被告となって、それぞれの考えを主張し、裁判所が法に基づいて判決を下します。国民が原告となり、国や地方公共団体を被告として訴える行政裁判も民事裁判の一種です。一方、刑事裁判は、殺人や傷害、強盗、詐欺などの犯罪について、有罪か無罪かを決める裁判です。事件が起こると、警察官と検察官が捜査し、罪を犯したと疑われる人、被疑者を探し、証拠を集め、場合によっては逮捕します。検察官は、被疑者に対して罪を犯した疑いが確実だと判断すると、被告人として裁判所に起訴し、裁判が行われます。裁判所は、被告人が有罪か無罪かを決め、有罪の場合には刑罰を言い渡します。裁判では、人が人を裁くことから慎重な審理が行われますが、より慎重な審理によって人々の人権を守るために、一つの事件について3回まで裁判が受けられる三審制という仕組みが取られています。裁判は多くの場合、その内容によって、まず地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所のどこかで行われます。これを第一審と言い、その判決に不満があれば、上級の裁判所である高等裁判所等に控訴し、それでも納得がいかなければ、さらに最高裁判所等に上告することもできます。このようにして慎重に審理することで、人々の人権を守るための仕組みが取られているのです。日本の刑事裁判では、強い権限を持つ警察官や検察官の捜査に行き過ぎがないように、被疑者・被告人の権利が憲法で保障されています。例えば、警察官は裁判官の出す令状がなければ、
原則として逮捕や捜索はできません。取り調べで拷問は禁止され、被疑者や被告人には黙秘権や弁護人を頼む権利が保障されています。被告人は有罪の判決を受けるまでは無罪とされ、公平で迅速な公開裁判を受ける権利があります。これは被告人の人権を守る大切な原則です。しかし過去には無理やり自白させるなどの行き過ぎた捜査が原因で無実の罪の人が罪に問われる冤罪が発生した例がありました。このような冤罪を生まないための対策として、捜査が適正に行われたかどうかを後から確かめることができるように、一部の対象となる事件などでは警察官や検察官の取り調べを録画録音する取り調べの可視化が行われています。次に、司法制度の課題についてです。日本では長い間、裁判は利用しづらく、費用と時間がかかると考えられてきました。このような状況を改め、裁判を身近なものにするために、司法制度改革が進められています。2006年には、刑事・民事を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという目的で、日本司法支援センター法テラスが作られました。そして2009年にはくじで選ばれた20歳以上の国民が裁判官と一緒に刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合は刑罰の内容を決めるという裁判員制度も始まりました。では、誰が裁判員をくじで選ぶのでしょうか。実は、選挙管理委員会が20歳以上の選挙人名簿の中からくじで選び、それを名簿にして地方裁判所に送ります。そして地方裁判所は、その名簿をもとに、さらにくじで裁判員候補者を選び、裁判員を選定していくという仕組みです。裁判員制度によって裁判が国民にとって身近で分かりやすいものになり、司法への信頼が深まることが期待されています。ここからは2つ目のポイント、なぜ三権分立が採用されているのかについて学習しましょう。これまでの学習で見てきた通り、日本の国の政治は、立法権を持つ国会、行政権を持つ内閣、司法権を持つ裁判所の3つの機関を中心に行われています。このように、国の権力を3つに分け、それぞれ独立した機関に担当させることを、三権分立と呼びます。議員内閣制を採用する日本では、国権の最高機関である国会が三権の中でも重要な地位にあると言えます。主権を持つ国民は国会議員を選挙で選び、その国会が内閣総理大臣を指名し、特に衆議院は内閣不信任の決議を行うこともできます。つまり、国民は国会議員の選挙を通じて内閣も選んでいることになるのです。そして内閣は最高裁判所長官を指名し、その他の裁判官を任命します。国会は弾劾裁判所を設けて裁判官を辞めさせることができます。また国民も直接最高裁判所の裁判官に対して任命が適切かどうか国民審査を行っています。この国民審査は原則衆議院議員選挙に合わせて行われることになります。一方、
国会も内閣や裁判所による制限を受けます。内閣は衆議院の解散、裁判所は国会が制定した法律の違憲審査を行うのです。そして内閣も裁判所による違憲審査や行政処分の対象になり、裁判所による制限を受ける仕組みになっており、また国民の世論には政治の方向性を左右させる働きがあります。かつて国の権力が強大になりすぎたために、国民の権利が侵害されることもありました。三権分立は、三権が互いに行き過ぎを抑制し合い、均衡を保つことによって、国の権力が一つの機関に集中することを防ぎ、国民の人権を守る重要な働きがあるのです。さて、国会が作る法律や内閣が作る命令、規則、処分が憲法に違反していないかを裁判を通して審査する違憲審査制についてですが、すべての裁判所がこの権限を持っています。また、最高裁判所は違憲かどうかを最終的に判断する権限を持っているので、憲法の番人と呼ばれています。違憲審査制は憲法によって政治の権力を制限し、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基づいており、ここにも憲法が国の最高法規であることが表れています。それではまとめです。ポイント1、裁判と人権についてでは、裁判の種類として民事裁判と刑事裁判について、また被疑者・被告人の権利は日本国憲法で保障されているということ、司法制度改革、日本司法支援センター法テラスの設立や裁判員制度の実施について、冤罪を防ぐために取り調べの可視化が進められているということを学習しました。ポイント2では、なぜ三権分立が採用されているのかに対して、三権が互いに行き過ぎを抑制し合い、均衡を保つことによって、国の権力が一つに集中することを防ぎ、国民の人権を守ることができるからという理由を学びました。今日学習したことを含め、もう一度この単元の復習をして理解を深めてください。